コインテルプロはカウンターインテリジェンスプログラムを短くした単語です。この作戦は国家の脅威となり得る不穏分子や彼らの団体を狙っています。4種類の基本的な戦略がこの作戦にはあります。1、浸透。工作員と情報提供者は対象の団体や対象となった個人の周囲に潜入します。彼らは団体に雇われたり、関係者に情報提供者になるように尋ねます。個人が対象の場合、個人の近所に移り住んだり、仕事先に浸透します。この絵は、どのように工作員が被害者の会社や学校などに潜入するかを示しています。大体の場合、被害者の上司に工作員が圧力をかけたりします。被害者がアパートに住んでいる場合、アパートの上下左右は大体工作員によって入居されています。それから近隣のアパートやマンションやその他の建物にも工作員が潜入をします。被害者が一戸建てなどの離れた土地に住んでいる場合は、大体その近所の家やマンションなどが工作員によって張り込みなどに使われます。2、心理戦争。工作員は対象の噂を流すことによって対象者の外部とのコミュニケーションや印象を邪魔します。基本的にこのテクニックは対象者を周囲の人々から孤立させるために使用されます。この絵はどのように被害者の周囲で工作員や情報提供者が噂を流すかを示しています。そしてこれが結果です。法のシステムや政府機関を使った対象者へのハラスメント。これは過去の税金問題やその他の警官による頻繁な対象者の自宅や仕事場への訪問のような些細な問題です。4、暴力やその他の法外の圧力の行使。これは令状なしの対象者の自宅や職場の捜査を含みます。最悪のケースではオフィサーによる暗殺が挙げられます。アウディ・アルテラム・パルテム。この動画は難民活動家の御代ごとによって作られました。